私の名前は肉のコーチ肉よ。新宿で夜の蝶をしながら、昼間は金融機関で経験を積んだキャリアガール。今宵も悩める OL さんを救っちゃいます。ウィズオンラインをご覧になっているお仕事女子の皆様、お疲れ様です。ニューレディの肉のコーチ肉よです。本日も水編集部に寄せられたお金の相談に回答していきたいと思います。よろしく。私は社会人1年目のエンジニアです。小学生の頃から一人親の家庭で育ちました。母の苦労も知っているので、将来一人になっても稼いでいける力と貯蓄は持っていきたいと考えています。そのために社会人になってすぐに貯金を始めました。目標金額の100万円も貯金できたので、積み立てNISAやイデコも始めました。生活を切り詰めたり我慢しているつもりはありません。ですが周りの友人を見ていると、将来に対して不安になり、一生懸命貯金をしている私の方が変なのかなと思ってしまいます。また将来どれくらいのお金が必要なのかわからないので、ゴールがなく貯金をする目的がわからなくなっています。正直見えない将来やお金のことを考えるのに疲れてきました。お金を貯める必要性や今のお金との向き合い方を教えていただきたいです。大阪市もんじゃが好きさん、23歳の方からのご相談でした。もんじゃが好き、大阪の人なのにもんじゃが好きっていうのはこうちょっと想定外でしたね。明け方の路上みたいな食べ物とちゃう？違う？って感じに思ってるのかなっていうふうに勝手に思ってましたけども、でも偏見ってやっぱり良くないですよね。私はね、以前に月島あたりのご相談者さんからのね相談に回答したことがあるんですけども、その時にね告白したんですけども、もんじゃ焼きバージンなんですよ。46歳になってもバージンってあるんだよ私の周りだけかもしれないんですけども、千葉ではねあんまりねもんじゃ焼きを食べる風習っていうのがなかったんですよね。知ってますか、千葉県民のね主食ってね落花生なんですよ。すいません、嘘つきましたまあ落花生だけでなくね、周り海とか川とか湿地帯だらけなんで、そういうとこで採れるね水生生物をね千葉県民の人はね捕食して食べています。えいえい、森でつつくみたいな感じでね、うん、また嘘ついちゃったそんな大阪に住んでいるのに江戸っ子風味のもんじゃが好きさんからのご相談ですけども、しっかりしてますね。あのお母様がねきっと真面目な方だったんでしょうね。その背中を見て育ったもんじゃが好きさんもとても真面目で素敵です。23歳で100万円を貯めて積み立てNISAやイデコもやっているっていうことで、えらいね。しかも切り詰めたり我慢しているつもりもなくできているということは、とても素晴らしいことだと思います。お母様が苦労されていたということで、きっと生活で無駄な出費をしないようにしっかりと教え込まれていると思います。若い時からねそういった意識を持って育ってきたということは、節約や計画性において実践で英才教育を施されているのと同じようなことになります。生活のためのね要不要というのの判断がしっかりしていて、無駄遣いをしない生活というのが身についているから、特に苦労を感じずに貯金や投資にお金を向けられたのだと思います。私もね、あの小さい頃はお金持ちではなかったんですけども、あまりをねお金に苦労しないで育ったから、学生時代まではね割とね貯金とか無駄遣いについて深く考えないで育ってきたんですけども、20代でね経済的に不遇だった時代っていうのがあって、その時代にねやっぱり経済観念がしっかりしました。まあなんでしょう、まあ貧乏、そこからね抜け出す苦労っていうのは、巨人の星っていうねアニメが昔あったんですけども、それでいうね大リーグボール妖精ギブスみたいなもんなんですよね。だからね、あなたがね周囲とね違っているっていうのは、お金に関する英才教育を小さい頃から叩き込まれているからだということで、違っているんだと思いますよ。あなたは自立をして生活をするという段階から、自立した先に
どういう未来を描きたいかというフェーズにいち早く突入したのです。だからね、あなたはね、まずもう友人たちより一歩先に次のフェーズに到達しているということを自覚した方がいいと思います。そうすると、おのずと次にやるべきことっていうのは見えてくるはずです。自分の人生をどうしたいのかというのを自分で決めることです。まずね、私がおすすめするのは、同じ年くらいの友人よりも自立のフェーズを終えた年上の友人を作ること。そしてね、周りがね、自立をした後にどういうことを追いかけているのかということをリサーチすることです。そういったお付き合いをするための費用というのは、未来の自分作りのための費用だと思ってください。あまりここでケチると、いいメンターやお手本に会えないことになります。どういう風に見つければいいかっていうのは、今はね、まあ、SNS 時代なんで、まず真似したいなとか、お手本にしたいなという人のコミュニティに近づいてみるというのが一つの方法としてあると思います。あとはね、大人の恋人を作るというのもいい手かもしれません。とにかくね、まず年上の人間から学んだ方がいいと思います。そしていろいろな人と接して学びながら、自分はどういうふうに生きていきたいのかということをしっかり考えてみてください。一点ね、少しお付き合いなどで出費が増えて貯金できない時でも、積み立てNISAとiDeCoだけは続けてください。これはね、あなたが将来の自分にできるプレゼントです。そしてね、残ったお金に関しては貯金するというよりも、絶えず自分をアップデートしていくのに使っていくといいと思います。私はね、意識高い系っていう言葉は苦手なんですけども、時代とか状況に対応してアップデートをするという感覚は大切にしています。なぜなら、この先ますます自分のね、仕事がいつまで稼ぎ続けることができるかわからない時代になっていくからです。 AI やロボット、コロナを機に変わるライフスタイル、常にアンテナを伸ばして対応していかなくてはいけません。そのための投資というのはした方がいいと思います。具体的に言うとね、まず自分がね、興味のある分野に強いニュースサイトの有料会員になったりするのもいいと思います。また最近では YouTube でもね、充実した情報というのがたくさん得られるんですね。自分の情報感度をどんどん高めていって、年上の人たちと交流をしていけば、やりたいことや進み道というのが必ず見えてくるのではないかと思います。どうかね、楽しく美しい20代をたくさん吸収しながら歩いていってください。素敵な人にたくさん会って楽しい未来が来ることを願っております。頑張ってね。はい、よろしかったらこれからもチェックしてください。高評価ボタンを押してくださったら、嬉しさのあまり、メリージェイン on my mind という角田ヒロさんのような状態になってしまうかもしれません。もんじゃからもじゃもじゃになって、昔の角田ヒロがもじゃもじゃだったからだよ。皆様からのお金に関するご相談もお待ちしています。回答するときにヒントになるので、お住まいの地域とペンネームと年齢の情報なんかがあると嬉しいです。ではまた会いましょう。バイバーイ。